はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回はですね、Google さんから挑戦状が来まして、それね、受けていこうと思うんですけど、こんなものが送られてきたんですよ。 Google Nest Hub 第2世代、これね、最近発売されたもので、結構いろんなことができるらしいんですね。でその挑戦状っていうのが、こいつと僕が直接対決してほしいと、なので、早速ね、この Google Nest Hub と対決してボコボコにしていこうと思います。今回の対決は3番勝負でいきたいと思います。3番勝負、早速1本目は計算対決です。計算はね、俺得意だよ。機械も結構計算得意だからね。お互いね、負けられないですね。でルールは2桁×2桁の計算で、どっちが早く答えられたかで勝負決まります。もちろん間違えたら負けです。まあね、 OK Google、 準備は OK？ はい、いつでもあなたをお待ちしていますよ。喧嘩越しですね。それでは問題。よし。OK Google。72×78 は5616。は5616です。どっち？どっちだろう。これはビデオ判定だな。5616。こっちは5616です。審議の結果、1本目なんとゲンゲンの8。へー、おっしゃー、計算で勝ったのでかい。コンマ何秒かの本当にすごい勝負だったね。インド式計算が使えたね。 72×78 は10の位が一緒で、1の位足して10になるから、それでね、早く答えられた。いやこれいけちゃうね。これ大丈夫かな、企業案件なのに3本全部分かっちゃったら。いや、2本目の対決もゲンゲンの得意分野かもしれないね。リスニング対決です。リスニングか、リスニングはまあね、得意な方だね。僕が今から言う英文を和訳してください、全文和訳ですね。だから和訳もできるってことだよね。そうだね、翻訳機能がついてるから、それは便利だね、勉強にも使えるね。というわけで、ゲンゲンに早速問題を出していきますよ。OK。 ではいきます。 A loyal warrior will rarely worry why we rule。ちなみにじゃあもう一回読みます。 OK、 ありがとう。 A loyal warrior will rarely worry why we rule。 一単語なんか微妙なのあるような気がするな。 OK、 一応訳した。 OK、 じゃあ Google の方にも聞いていきたいと思います。 OK Google、 英語から日本語に翻訳。翻訳する内容をお願いします。 A loyal warrior will rarely worry why we ruleIn Japanese, that's 忠実な戦士はなぜ私たちが支配するのか心配することは滅多にありません。というわけで Google は完璧な翻訳&文字起こしですね。すげえ。ゲンゲンの方は、誠実な戦士は稀になぜ我々を統治するのかを心配する。この loyal っていうのが、どちらかというと忠実っていうニュアンスには近いんだけど、和訳としてはもうほぼ完璧。Okay。 これはもう引き分けと捉えてもいいかもしれないね。Rarely だったら滅多にないって言った方がいいのか。そうだね、稀にっていう風にちょっと訳しちゃったから、文章的にはあってはいるけど、ニュアンスと伝え方は Google にちょっと分があったかな。まあでも引き分けでしょ。引き分け。これはもうだって聞き取れてんだから、お互い分かってるからね、何言ってるか。でもしかしたらこの Google があったら、ゲンゲン並みのリスニング能力、いや俺がギリギリ追いついてるのかもしれないけど、ギリギリ追いついてるぐらいの、じゃあ3本目入っていきたいんですけど、今2つ、一応ゲンゲンは得意分野ではあるからね。いや、3本目はどうなのかなってやつをやっていきたいと思います。3本目は天気予報対決。天気予報って何？明日の天気当てるぞ。明日の天気当てるのは俺無理。得意も不得意もないでしょ。どっちの方が正確に当てられるかっていうところで勝負してる。判断材料ないの？判断材料、判断材料、今僕たちがいるところが、明日起きまして、どんな天気なのかっていうところを当てていきたいと思います。なるほどね。じゃあ早速ゲンゲンに聞きます。 OK ゲンゲン、明日の天気は？明日の天気は雨です。それはなんで？梅雨だから。シンプル、シンプル。なるほどね、ちょっとずるいね。いや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 、ずるいのこっちでしょ。それは全部分かってんだから。Google の方にも聞いていきたいと思います。 OK Google、 明日の天気は？
明日の港区は最高気温25度、最低気温18度で曇り時々晴れでした。うわー、曇り時々晴れか。予想は真逆だね。うん、まあ、ひっくり返しますよ、この天気予報。じゃあ明日起きてどうなってるかですね。もう夜も遅いので、はい、寝る準備といたしましょう。 OK、 じゃあまた明日。おはようございます。おはようございます。ということで翌日の朝になりましたので天気予報対決の結果確認に移りたいと思います。はい、今外に出て雨が降っていれば源元の勝ち、はい、雨が降っていなければ Google の勝ちになります。一晩考えたら昨日ロイヤルを誠実なって訳したんだけど誠実なはねセンスイヤだったわ。じゃあもう一生いっぱいだね。というわけで、早速外行ってください。よし、いや梅雨でしょさすがに。いや晴れてるわ、これは晴れてるわ完全に晴れてたわ。いやそりゃそうでしょいや雨も梅雨だからしか根拠ないからね。というわけで総合2勝1敗で Google 先輩の勝ちということになりました。そうだね。ということで今回 Google からの挑戦状を受けたんですけど、まあ惜しくもね道場破りされてしまいました。でも、ね、この Google ネットハブ第2世代本当にねいろんなことができて計算機能だったり翻訳機能だったりっていうのはもちろん他にはねタイマーだったり BGM を流したりあとは朝のニュースを読み上げてくれたりもう本当にねいろんなことできるのでぜひね皆さんこのね Google ネットハブ第2世代勉強のお供にお勧めします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。すみません、うまく聞き取れませんでした。